マルチェロ・ガンディには、イタリア出身のインダストリアルデザイナー。自動車産業界で巧妙なカーデザイナーとして知られている。担当した仕事は、自動車以外にも、インテリア、建築、工業製品、航空機に至るまで多岐にわたっている。カロッツェリア、ベルトーネの元チーフデザイナーで、スーパーカーブームで有名になった、ランボルギーニカウンタックや WRC で、 大活躍したランチやストラトスなど多数のヒット作を持つデザイナーである。またスポーツカーだけでなく、いくつかの優れたファミリーカーやトラック、バスなど商用車も手掛けており、構造など技術知識に長けたデザイナーとして知られる。現在もフリーランスとして多方面でその才能を発揮している。ガンディーニのデザインにはリアホイールアーチ上部を斜めにカットしたものが多く、 見られ、特徴となっている。自動車以外にもオフィス家具や小型ヘリコプターなどのデザインも手掛ける。1938年8月26日、オーケストラの指揮者であるマルコ・ガンディーに残として、トリノで生まれた。1950年代後半から1960年代前半は、トリノを拠点に、フリーランスのデザイナーとして、チューニングカーのボディ製作や、郊外の別荘、 ナイトクラブのインテリア、漫画などのデザインに関わった。また、ツーリングやマラツイ、ボアノなどカロッツエリアに、いくつかのデザインを提供していた。1965年11月カロッツエリアギアへ移籍したジョルジェット、ジュージアーロの公認としてベルトーネに招かれ、チーフデザイナーになった。ベルトーネでのかれの最初の作品はランボルギーニミウラゲは、前任者。 ジュージアーロの代表作、シボレ・ー・コルベア・テスチュード、イソグリフォ・クーペ、フィアット850スパイダーなどの特徴を融合、またフォード GT40 や D の206、246など、時代のスポーツカーの部分的エッセンスを巧みに取り入れ、注目を集めた。経営者、ヌッチオ・ベルトーネとガンディに1966年から1979年までの、 ベルトーネにおけるすべてのコンセプトカーはガンディーニのデザインであり、その多くは人を驚かす奇抜なデザインであるが、生産モデルに反映されたものは数多い。1970年にジュネーブモーターショーに出品されたガルミッシュやジャガー FT は、後の BMW5 シリーズに影響を与え、ジャガーピラーナとランボルギーニマルザルのスタイルはランボルギーニエスパーダイと引き継がれた。 また、アウトビアンキラナバウトバルケッタは、X1、Q2、ラナバウトバルケッタにおける部分的要素である、フェンダーアーチや、リアパネルのスタイルは、それぞれランチアストラトスと、ランボルギーニカウンタックへ引き継がれた。カウンタックで、初めて生産モデルに採用された全ヒンジで跳ね上がる、シザードアや、完全なる、ウェッジシェイプのモノフォルムボディは、 アルファロメオカラーボのスタイルを反映させたものであった。1979年7月に組織業務が好きになれないという理由でベルトーネを去り、独立。ベルトーネ在籍時の最後の作品は、シトエ NBX となった。以来、フリーランスとしてベルトーネ在籍時と同様に、精力的なデザイン活動を行っている。独立後、最初の5年間は、 ルノーと独占契約し、シュペール語の内外装を、はじめ、25や、アルピーヌ V6 ターボの内装、商用車マスターのデザインを、担当、1990年に発表された、大型トラック AE、マグナムではコンセプトからデザインまでを受け持った。ルノーとの契約が終わった1986年、以降は、トムジャーダがデザインしたデトマソ・バン・テイラーのリデザインや、マセラティ・シャマル、キュバスコ、 クアトロポルテ、チゼータ V16T などのデザインを担当した。ランボルギーニ・ディアブロや、ブガッティ・ B110 のデザインもガンディーニに依頼されたものであったが、各社の経営者層の評判が悪かったため、スタイリングには他人の手が大幅に加えられている。ディアブロについては、回収作業を承諾し監修したとして、自身のネームプレート付きで発売され、 その後ランボルギーニ社の経営者が変わってから30周年、記念車いスイートロードスターモデルで彼らしいスタイルへと再回収されて発売された。EB110 については途中で契約が破棄された後の回収であり、自分の作品ではないとしている。普段の足に鈴木ワゴン R を機能的であるとして愛用している。BMW 半世紀前に行方不明になったコンセプトカーを 職人技と 3D 技術で再現。ジャパニーズ・インギャジェット。2019年8月18日閲覧。ランボルギーニカウンタックはスタイルでもメカニズムでも世界を驚愕させた。ウェブモーターマガジン。2020年3月2日閲覧。シトロエン VX ・イタリア・ガンディーニが生んだ新たなスタイル。モビー。2020年3月2日閲覧。 マルチェロ・ガンディー・ニ・さんのオタク訪問ローマの平日ベルショーネブログ。ありがとうございます。